はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日はめっちゃ眠い中、新潟のスノーピークのキャンプ場、行くからね、はい、400キロ、300キロか、あいにくの雨なんですけど、これから晴れると思うんで。あ、そうなの？うん、これから晴れる。へー、初めて行きます。はい、ケアノエ家族始まります。I know I let you down. I made the same mistake. いちご皮ごと。I am the world we carry. Rest in my life away. そういう言い方なの、いちご。変なとこ切るよね。なんだっけ。いちご皮ごと。なんでいちご皮ごとでいいじゃん。まあね。じゃあ、ちょっとね、買い物。何？When you then go, you will somehow still remain. おいしそうだわ。では、そのことしたら、そっきり。牛乳かも。牛乳だね。うん？じゃあ説明して、はい、今日もペトロマックス一緒だな結局今日はね、焚き火台がね、モンベルだから久しぶりに、で、今回ね、前なくしちゃったロストル、新しいの買ったからね、これなんか歪まないらしいから、めっちゃいいらしい。で、焚き火コーナーテーブル周りでしょ、で今回ノアとね、エルが寒がってたからね、ストーブね。で、久しぶりに、モンベルのテーブル、で、今日は幕を、まあ、ちょっと分かりづらい全体撮ってたんじゃん、レイさん今日ね3泊4日だからね、ちょっとのんびりできるようにね、はい、じゃあ秋が整えてくれたお座敷スタイル、一酸化炭素チェッカーにミニマライト、帰りにほおずき買って帰りましたまたさっきね、スノーピークのあれ、ショップ行ったからね、帰りにほおずき買って帰りますほおずき気になってる。でもさ、買わない、これで買わないとさ、ただの嘘になるよ買うって言ってたのに買ってないじゃんっていう、だって6000もするから変わってくれるの？ありがとうございます。わかんない。だからカメムシいるじゃん。取っといて。え、嫌いな人いない？え、わかんないけど。カメムシだよね。これちっちゃいの。だから臭いんだよ。あ、いっぱいいる。めっ
ちゃいるよ。あ、ここにもいる。だから臭いんだ。てかここ閉めとこう。そうだね。うん。では今からご飯を食べるんですが。うん。惣菜買ってきたからね。うん。今日疲れちゃったから。うん。今日はね、長旅だったから。うん。じゃあ今からご飯を食べます。うん、はい。惣菜食べます。はい、今日の夕飯になります。いい意味で贅沢です。うん、えい、ナノナノ。寒いからね、ストーブに当たってる。エル、もうエルは疲れちゃった。じゃあ今からご飯食べます。乾杯しよっか、とりあえず。うん、乾杯しよう。乾杯。はい、乾杯。うまい。うん。じゃあ、いただきます。いただきます。ダメダメ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。何も食べてない。ごちそうさまでした。え、ごちそうさまでした。こって言ってろって。ご視聴者様からしまして、またいただいちゃった。ありがとうございます。本当ありがとうございました。なんかすごいの入ってる。嘘、シールなのに。北海道チーズのオイル漬け。えー、何、美味しそう。大好きそういうの。やばー。アキが大好きそうなやつだよこれ。チーズ大好きやから。うん、プロセスチーズ。きゃー、美味しそう。こんな感じ、なんか映ってる。うん、はい、いただいちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございました。いただきますね。うん、はい、おはようございます。ここスノーピーク。はい、今日晴れました。寝すぎて眠いな。え、おはようって。暑いね。暑いよって、ね、朝起きたらめっちゃ暑かった。
帰り。ありがとうございます。今いっぱい散歩してる。あ、こんなに斜めなの。結構斜めだね。薪ではない。あ、ほんとだ。薪だよ。すごくない？はい、お風呂入ってきて最高だね。いや最高だったね。今まで入ったお風呂の中で一番好き。うん、トンボの湯より好き。トンボの湯より好き、うん、多分、うん、人が少ないからっていうのもあるけど。ああ、ここの方が、うん、なんか洗練されてる全てのもの、うんうん、すごいよね。ドライヤーもすごい使ったし。見た、ね、見た、ね、同じかな。ドライヤーダイソンだったね。そうだよね、うん、とかさ、うん、脱衣所も綺麗だったし、うん、全てが洗練されてた。まあそうだね。なんだろう、スノーピークですっていう感じで。そうだね。はい、じゃあこれからウエスト、アウトドアショップ買い物しに行ってきます。うん、買い物はしないですけどウエスト行ってきます。買い物していきます。爆買いです。爆買いです。爆買いです。じゃあ行ってきます。爆買いです。爆買いです。なんてあげてんの、爆買いダンス。はい、ウエスト三条店。でかいね。うん、ツバメ三条ブランド集結って書いてある。何買う？何も買わない。見るだけだから。椅子は？椅子？ああ、焚き火用の、うん？確かにね。はい、買い物はね、ほどほどにして服とノアたちの、ね、ブランケットぐらいのね、うん、買ったらね。はい、次はどこ行く？神社行く。あれ、金物屋じゃないの？あ、そうだ、金物屋だ。金物市みたいなのをちょっと行ってきます。すごい眠くなっちゃった。ああ、ストックバスターズ燕三条ファクトリーアウトレットっていうところに来ました。あっちかな。全部ね、道路が赤かったりするんだよね。なんだかんだ。うん、やっぱどうなんだろう。戦地じゃない、戦地。戦地、うん、戦地って何？戦った土地。あ、戦った土地。地、地じゃない、地。ああ、そうだ。お前聞いてねえぞ。え、上杉謙信と武田信玄が戦ったからってこと？うん、そうだね。正直で。はい、どうだった？ファクトリーアウトレット。なんか神奈川にもありそうだもん。そうだね。なんかそんなにね、めっちゃいろんなマニアックなものが売ってる感じではなかったよね。うん、でも買ったものなんだっけ、ご飯炊くやつとかね、ザルとかね、うん、買ったよね、うん、それでご飯炊けばいいじゃん。
あ、そうだ ね、パンピアスウッドで、ね、いくらがだった6600円が700円700円かな。めっちゃ安いよね。なんかダメになっても別にショックじゃない、うん、ショックじゃないね。じゃあ釣りは弥彦神社、うん、おすすめしていただいたので、うん、行ってみたいと思います、うん、じゃあ向かいます。向かいます。ふと、はい、じゃあ行ってきます。はい、弥彦神社来ました。いいね、なんか参道になってるね、うん。お参りしていく、なんか運が良くなるよね、うん、なんかすごいのがなんだっけ、鳥居がすごいのがある。あ、鳥居、それ見に行こう、うん、寒い。いや寒いね、だいぶ寒いでしょ。調子に乗っちゃった。欲しがいもの、うん、おもかるの石、重いように見えて軽い石ってことなんだね。持てる人は持てるみたいな話、そういうこと。いくら入れんの。持てんの。こっちは、こっちは持てる、持てる。あれどういうことだ。え、持てないの。いや持てるけどめっちゃ重いよ、うん、そんなガチャンと置いたら叩かれるんだ。めっちゃ重いね。そうでもない、そうでもない。重い軽いの石とも呼ばれ、これを持ち上げて軽く感じればことは成熟し、重く感じるときはまだ叶わないと言われています。そういうことなんだ。じゃあ、じゃあなんか願ってからやれよかった。本当だよね、忘れとったね。そんな軽かったからあとは成熟するんだ、うん、ただのさ、うん、あれだよね、負けず嫌いだけ。前の人が持てないから私は持てるぞっていう。それだけで生きています、うん。あ、すごいね、木が。すごい。神木って言うんだっけ。うん。なんか木がさ、高いし太いよね、やっぱね。うん。なんで入るんだろうね。神様のあれじゃなかったっけ。ああ、そういう力で。うん。すごいよね。だって普通の山にはね、こんなのないもんね。うん、そうなの？なくない？知らん。見たことある？ある。本当？だって山に入ったことない。あるでしょ。山に？うん。なんてキャンプ場だって山だよ。だってこれじゃないの、やっぱり。これなの。でもこれ見て、うわすごいって思う。ほんとバチ当たるぞ。くれ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 。あ、五円玉？何でもいいよ。十円。十分にっていう十分にしかならない。十分になれば十分だよ。よかった、帽子かぶってなくて。なんで？帽子取らなきゃいけないじゃん。ああ、そっか。確かに。なんか不思議だけどさ、うん、ああいうところ通ってくると私さ、うん、息切れして上がってくるじゃん、うん、息切れしてますな。あ、確かにね。いつもね、だいたい階段とかもうダメなんだよね。なんだろうね、体力系がね、ダメなはずなんだけどね。体力消耗系だ、うん、鳥
鳥居が違うところにもあるんだってね。うん、大鳥居ね、うん、そこを通って帰ろう。ちょっと、うん、せっかくだから車で7分かかってる。こっからね。ちょっとそこのさ、参道の店行ってみようよ、うん、せっかくだから。サクッと、サクッと、うん、なんか食べていいの？なんか食べていいよ。欲を見せるのは良くないかなと思って。でしょ、うん、何もお願いしなかったよ。ちょっと私お願い事しかしなかったよ。しかも神様が迷わないように私の住所までちゃんと伝えてる。すごいね。世の中の池田明はいっぱいいるわけでしょ、うんうん。だからね、神様迷わないように、うん、ちゃんと住所も伝えたな。うん、住所も伝えた。ここから無事に帰れることと、うん、あと YouTube がうまくいきますように。あ、お願いした、うん、ように見守っててくださいってお願いしました。うん、いらっしゃいませ。なんだっけ、焼き団子と何買ったの？わらび餅。わらび餅だ。わらび餅関係ないね。全然関係ない。せめて饅頭の方が良かったね。うるさい。ダメだ。わらび餅ドリンクだって。ねえ、うん、なんでわらび餅って有名なの？関係あるのかね。なんか知らずにして食うなって話だろうね。うん。こんなからか。なんから鎌倉の方が。団子だって、ね、こんにゃくも有名なの？そうなんだね。おでんだって。味噌田楽あるよ。おでんいい匂い。あ、風鈴だよ。良くないこれ。うん、何それ、ね、焼き餅。美味しそう。焼き団子食べるね。コシヒカリね。なんか醤油なのか分かんないけどさ。味噌じゃない？味噌かね。うん、味噌、味噌田楽の味噌だ。どういうこと？美味しくないってこと？醤油の方が俺は良かった。もう美味しいよ、うん、美味しいけど醤油の方が食べたかった。美味しいけど。秋逆に好きじゃない？ちょうだい。うん、はい。それでいいよ。うん、そうそう。なんだよ、それそれ。うん、美味しい。醤油だよ、味噌じゃないよ。嘘。砂糖醤油。うん、砂糖醤油。Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. Stumbling in the dark, your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly.You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free.My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. カメラにもかかってる。
feels like I can fly. ちなみにテント戻ってきて、ちょっとあっちがね、ペグ抜けて、雨が入ってきちゃってたね。ね。でそのハンガーラックとかも崩壊してて、下びしょびしょになってました。はい、じゃあこれからほろ酔いを飲もうと思います。夕飯はね、食べてきたから、夕飯のラーメンでね、考えて、今からはね、お菓子とお酒で一日を過ごす。そんな感じで、今日はダラダラして行きます。うん、あとはどっち？ちょっと出てもらって乾杯。